京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山岡、対するマリーンズの先発は左の小島、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の山岡、マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、トップバッターは藤原。第6球を投げました。外、空振り三振、ボール球で仕留めました。バッターは2番藤岡。第4球を投げた、打ちました。あっと引っ掛けた、内野ゴロ。太田、そのままベースに入ってツーアウト。バッターは DH の中村。第5球投げた、ジャストミート、センターへ飛んだ、センター下がった、ワンバウンドヒットになる。中村、二塁を狙う。中村、ツーベースヒット。バファローズ先制のピンチを迎えます。バッターは4番山口。第5球投げた、見逃しの三振。リプレイをご覧ください。山岡、ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。バファローズまずはゼロに抑えました。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは安田。第5球投げた、高め、ボール球打った、破ってった。安田、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げた、初球送りバント、ピッチャーの左へ転がした、一塁はアウト、ランナー二塁に進みました。バファローズ先制のピンチを迎えます。第5球投げました、打ちました、打球は左中間に上がっている、取りました、ランナー二塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第7球を投げました、打ちました、レフト前に出る、掴んで、これでスリーアウトになります。先ほどのプレーです。山岡、ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。2回の表が終わって0対0です。マリーンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番平沢。第3球打ちました、スライディングキャッチ、ファインプレー、これでワンアウト、ランナーはありません。さあ、リプレーです。打順はトップに帰って藤原。第8球を投げました、変化球、空振り三振。左バッターボックスは藤岡。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。サークルチェンジ、空振り三振、2者連続三振。山岡、最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって0対0です。バファローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは池田。第1球初球外れてボール。第2球投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、打った、いい当たりだ、フェンス直撃。池田、一気に二塁へ、ランナー二塁でストップ。池田、ツーベースヒットを放ちました。バファローズ先制のチャンスを迎えます。第1球サークルチェンジャー、ボール。第2球投げた、打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました。あと二塁ランナータッチアップ。バファローズなおもチャンスが。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは DH の中村。さあ、5球目アウトコース高め、空振り三振、3者連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは4番山口、これが2度目のバッターボックス。投げた、打って出ました、右中間へのフライ、
杉本、余裕があります。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番安田、今日2度目のバッターボックス。投げた、打った、これはショート真正面。紅林取った、一塁送球アウトです。一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。山岡見事マリーンズ打線を抑え切りました。4回の表が終わって1対0です。5回の表1点を追いかけますマリーンズの攻撃。先頭バッターは角中。さあ5球目打ちました。山岡ボールを取る、一塁へ送る、アウト。角中いい当たりでしたがピッチャー正面。これでワンアウト、ランナーはありません。さあ4球目打った、左中間かなり大きい、ワンバウンドヒットになる。中継、小川いいバッティングを見せました。バファローズ同点のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは8番佐藤。バファローズ一打同点のピンチを迎えています。打った、引っ張った、一塁線フェアだ。小川三塁回った、バファローズ追いつかれました。1対1、佐藤タイムリーツーベースヒット。バファローズなおもピンチが続きます。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。ワンアウトランナー二塁という場面で平沢、ひときわ大きな声援が聞こえます。打ちました、セカンド正面、一塁送球アウト。バファローズなおもピンチが続きます。バッターはトップに帰って藤原、ここまでに打ちました、あっと引っ掛けた、ふわふわっと上がった、西野落下点に入った、取って、これで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。5回の表が終わって1対1、山岡とうとう打たれてしまいました。同点で迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面で池田、危ない球、第2球投げた、打ちました、ライトへの打球掴みました。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは藤岡、今日はファーストゴロと三振。打った、抜けた、藤岡いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは指名打者中村、投球は3球目、ここで送ってきました。セカンドボールを取る、アウト。ランナー二塁に進みました。バファローズピンチを迎えます。投げた、打ちました、ピッチャー真正面、ピッチャー返し、山岡今拾った、アウト。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。次は5球目、打ちました、ピッチャーこれは守備範囲内、アウト。3アウトチェンジ。さあリプレイです。山岡ワンアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。6回の表が終わって1対1です。山岡降板、右の山崎今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。マリーンズ追う展開で迎える7回です。バッター井上、第4球を投げました、打った、打球は右中間に上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。代打はポランコ、マリーンズ代打構成に出ます。初球ファールから第2球投げました、打ちました、三遊間の打球、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番佐藤、第6球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、佐藤ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは代打大下、第1球ランナー走った、外れた、二塁送球はこれは楽々セーフ、盗塁を許します。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バファローズ外野は浅めの守備を取ります。
第3球を投げました。高めボール球打った。ライトへのフライだ。ライト交代、取りました。これで3アウト。リプレイをご覧ください。満員の京セラドーム大阪、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。バファローズリードで迎える7回です。バッターは池田。ストライク、まずは見送りました。第2球投げました。会心の当たり、三塁線フェアだ。レフトからセカンドへ、池田ツーベース。先ほどのプレーです。ランナー一人を置いて迎えるバッターは太田。第1球投げた。初球空振り。第2球投げた、ボール。投げた、ボール。次が4球目、投げた、打った。センター方向へ持っていきました。掴みました。三塁はどうか。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。第1球投げた。初球から打ってった。鈍いゴロ。セカンド、これは守備範囲内、アウト。3アウトチェンジ。バファローズセカンドランナー残塁。7回の裏が終わりまして2対1です。山崎降板。マウンド上ピッチャーはワゲスパック。今日3人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。マリーンズこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッター打った。センターへの打球、センター前に取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番藤岡。第6球を投げました。内角ボール球打った。ふらふらっと上がった。ショート落下点、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の中村。第2球投げました。打ちました。打球は右中間に上がっている。取ってアウト。3アウトチェンジ。ワゲスパック上位打線を三者凡退に仕留めています。8回の表が終わって2対1です。ワゲスパック降板。そして最後を締めるのは平野。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投球これから4球目。打ちました。セカンドの頭上をフラフラっと上がっている。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番安田。これが4度目のバッターボックス。投げました。打った。キャッチャー落下点に入りました。ファウルグラウンド、キャッチしています。右バッターボックスは6番井上。バファローズここは何としても抑えたい場面。打ちました。大城下がった。掴みました。試合終了です。バファローズ2点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3